ムコスタ上 100mg レバミピドは、プロスタグランジンの酸性を促進させる成分、胃壁を守る粘膜を増加させるため、胃潰用の薬として使用される。主に胃薬、商品名ムコスタで、大塚製薬が発売、後発医薬品も販売されている。日本では2011年にドライアイ用の点眼薬も発売された。胃潰用の治療薬として開発された。一般に、胃潰瘍は、 通常はバランスが取れている、胃酸分泌に関わる調節機能が障害された場合に、胃液が胃の粘膜を消化することによって海洋ができるが、デワミッピドは、プロスタグランジンの酸性を促進させることで胃壁を守る粘膜を増やし、胃粘膜の血流を促すことで、胃の胃酸に対する防御機能を高め、胃炎や胃�潰の治癒を促進する働きがある。 すなわち遺産分泌をコントロールするのではなく、防御機構を回復させることで、胃潰瘍を治療する。レバミッピドの開発以前は、遺産分泌に関係する物質としては、アセチルコリン、ヒスタミンなどが考えられていたが、大塚製薬のムコスタ開発チームはそれ以外の、調整機能が生体内にあると想定し、ラットへの酢酸投与により胃潰瘍を発生させ、 その治療過程において新たな治療効果を持つ化合物を探し、世界で初めてプロスタグランジンの胃粘膜保護作用を発見した。2011年、粘膜修復作用に着目して、ドライアイの転眼薬としても製品化された、鎮痛剤など胃壁を荒らしやすい治療薬と併用し、胃壁の荒れを予防する目的で投与されることも多い。また、 生産剤や他の海洋治療薬と併用することもある。ただし、処方にあたり、特定疾患処方管理加算が、投薬量項目部分に18点加算される。アスピリン腸養場による、象徴海洋の治療に、高用量のレバミピドが有効であるとの報告がある。先発薬無コスタ点眼液度2%レバミピドの添付文書によれば、服用してはいけない場合、 本剤の成分に対するアレルギーの前歴妊婦、未確率、有益のみ、授乳婦、回避、授乳中止、小児、未確率状剤については安全性は高く、副作用は少ない、ごく稀にショック、血液障害、発疹、肝障害、横断の報告がある。服薬中止後の再発がしばしば見られるため、海洋がなくなった後もしばらくの期間続ける必要がある。 天眼液については、副作用による類動閉塞、涙脳炎の症例が3年間で8例確認されており、2015年3月に厚生労働省が使用上の注意に重大な副作用の項を新設するよう指示している。ありがとうございます。